せーの、モニッともちっとゆみまろです。こんばんは。今日はね、昨日北海道から帰ってきたんだけど、北海道で買ってきたお土産、お土産？自分用のお土産の紹介をしたいと思います。はい、じゃあちょっとね、まずもうこの空いてるやつですね。これ昨日もう北海道の動画見てくれた方はもう多分分かってるんですけど、これもう食べてます私。はい、でね、もうこれがマジで一番好きなの。もうこのお土産の中でもうこれが一番好きなの。これメロンのチョコレートなんだけど、もうね、めちゃめちゃ夕張メロンの味がして超美味しいんですよ。確か300円ぐらいでしたね。チョコです。もう本当にチョコなの。めっちゃメロンの匂い。あー、いい匂い。いただきます。うーん、うまい。これね、本当に美味しいんですよ。もう本当に美味しい。これね、ネットで見たらね、楽天とかでも売ってるから、もう本当に食べてほしいの。マジで美味しいよこれ。どっちかといえばホワイトチョコにメロンの果汁を足しましたみたいな感じの味かな。そう、またなんか注文しようか悩んじゃってるもんね私。夕張メロン、メロンよりメロンだもん。もうメロンよりメロンなの。美味しい。よし、じゃあまだ甘い系でね、これ火花っていう、なんかね、11年連続モンドセレクション金賞受賞って書いてありました。今回は火花のプティモっていうちょっとミニサイズのやつで、16枚入りのやつを買ってきました。確か2000円しない、1600円ぐらいだったと思います。これお土産で頼まれて買ってきたんだけど、なんかそんなに美味しいのかなと思って、私もちょっと食べたいと思って自分用に買ってきました。じゃーん、こんな感じ。あ、こんな感じですね。おお、あ、めっちゃいい匂いする。こんな感じ、手のひらよりちょっと小さめみたいな。めっちゃアーモンドのいい匂いがする。いただきます。うん。うまい。なにこれ、めっちゃ美味しいんだけど。美味しい。すごいアーモンド。この外側がアーモンドの、なんだろう、アーモンド、アーモンド。めっちゃ美味しい。なんかこれいろんな味があったんですけど、このホワイトっていう中にね、ホワイトチョコが入ってるやつが一番美味しいってお友達が言ってたので、ホワイトにしてみました。めっちゃ美味しい。なんかアーモンドの、なんだろう、ザクザクっとしたね、感じがいい。この外側のやつがめっちゃ美味しい。これマジで美味しい。なんかこれね、オンラインショップでもね、売ってるみたいよ。キバナで検索したら、なんかオンラインショップがあったからね。もう食べたい方ぜひ頼んで、マジで美味しいわこれ。本当におすすめ。買ってよかった、本当に買ってよかった。当たりですね、完全に当たり。次、じゃあまたチョコ続きで、ロイズのポテチのチョコ、もうマジでこれ好きなの。ダークです。私はダークが一番好き。あ、マイルドビターだって。なんか私、塩バニラとかあんまり好きじゃないんだけど、このポテチにチョコがかかってるのはもう大好き。甘じょっぱい感じがね、もうたまらない。キャー、おいしそう。いただきます。うまい、うまい。本当においしい、おいしい。なんかこれもいろんな味あるじゃないですか。ホワイトチョコとか、なんかオリジナルっていうちょっと甘めのチョコとか。でも私はこのビターがね、一番好き。あんまり甘いやつだとずっと食べてると甘ってなってくるけど、このね、マイルドビターはね、もうどんだけ食べてもね、甘いけどいい感じにな感じ。うん、だってどう考えてもポテトチョコがかかってるんだから絶対美味しいに決まってるよね。もう美味しいもんに美味しいもんかかってるんだから美味しいよ。次ね、これカルビーのインカの目覚め、みんな知ってますか？これ
私初めて見たんだけど、インカの目覚めっていうね、じゃがいもがあるんだって。噛めば噛むほど甘いのよ。これ試食で食べてめっちゃ美味しかった。こういう小袋になってて8袋入ってる。甘い。結構厚切りのポテチでしっかりしたタイプ。うまっ。しかも甘いのもさ、変な甘みじゃないのよ。なんか砂糖とかじゃなくて、なんか芋本来のなんか甘い味みたいな感じ、うん、さつまいもじゃないけどそんなような感じ。あとね、ラストはこれ、ポテコタン。これもね、カルビーなんですよ。これも試食してね、めっちゃ美味しかったの。これマジで美味しいから、てかもう全部美味しいんだけど、美味しい美味しい。これね、玉ねぎ味なんです。こういう感じでね、小袋に入ってます。今ね、こんな感じになってて、なんか見た目がチキンナゲットみたい。ちょっと違うけど、本当に美味しい。これマジで美味しい。さっきのインカの目覚めも美味しいけど、私こっちのポテコタンの方が好きかな。美味しい。結構軽いの。空洞になってて、ポテチをちょっと砕いてやんわりこうやって丸めましたみたいな感じで、噛むと軽いんだけどザクザクしてて、玉ねぎの甘みが感じられるっていう、本当に美味しい。本当に美味しい。はい、今日はね、北海道で買ったお土産、自分へのお土産をちょっと紹介しました。北海道に行った方、ぜひね、お土産でこれら買いますとね、もうぜひぜひ、すっごいね、喜ばれると思う。自分用にも買って食べてください。本当に美味しいから。あと北海道行かなくても、もうね、今時ネットでも簡単に頼めちゃうから、検索してもらってね、まあちょっと割高かもしれないんだけど、 Amazon とか楽天でもまあ正直売ってるので、ぜひ食べてみてください。公式のオンラインストアで買えるところはね、買えますので。北海道は本当に美味しいものしかない。みんな美味しいもの食べて毎日頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、むにっともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。ほい。